皇后、お都合の国民服。左の人物は皇后上着を解禁できており、その下に日本襟の中衣が見える。帽子は向かって左が国民服例で定められた絵帽子型で、右が陸軍略棒型。国民服は1940年に定められ、太平洋戦争中に使用された日本国民男子の標準服。国民服儀礼賞国民服は、 戦時の武士統制令下における国民の衣生活の合理化、簡素化を目的として、厚生省及び陸軍省の管理下にあった被服協会により1940年春に初めてされ、その後昭和15年11月1日直霊725号国民福令によって法制化された。この時期には第2次、 この内閣の国務大臣、星野直樹の着用姿が映像で確認できる。ただし、着用が強制されたのではなく、太平洋戦争後半までは来ていないものの方が多かった。国民復礼は、昭和22年4月18日法律第72号、日本国憲法施行の再現に効力を有する、命令の規定の効力等に関する法律により、執行した。 季節の区別なく着ることができ、改まった席では国民服儀礼書を着用して礼装とすることができるなど合理性も考慮されていた。1942年以降は全国の生徒、学生の共通通学服としても指定されるなど、当時の男子の間で広く採用され、戦時の休防生活での繊維材料の資源節約と繊維講用に一定の効果を発揮した。 国家総力戦にあって、軍服に容易に転換できる服装を普及させることは、国防力の充実に寄与した。さらに終戦間際には、大東亜戦争陸軍化し、官兵複製特例が、昭和20年6月22日直例第384号、大東亜戦争陸軍化し、官兵複製特例中改正の件をもって、改正された。同改正では、 王党は戦争陸軍軍人複製特例へ解題されるとともに軍服の代用として国民服を使用することが認められることになった。また、この直例に先立つ沖縄戦でも市民や学徒たちが防衛隊員として正規軍指導の下で国民服で戦闘に参加している。しかしながら国民服が軍服によく似ていたため沖縄戦やカラフトの戦いなどにおいて アメリカ軍やソビエト連邦赤軍が国民服を着用した非戦闘員を射殺するという事態も多数発生したとされる。なお、国民服と同様の趣旨から女子の着用が推奨される服装として、婦人標準服が1941年から研究され、1942年4月に決定されたが、国民服のように普及はせず、ほとんど着られなかった。 被服協会による昭和15年5月5日発行の冊子国民服の手引きでは国民服は上着注意及び袴により構成されるとし袴の形式については自由としていたが同年11月の国民服例ではこれらに帽子、街套、手袋及び靴が加えられ袴の正式が定められたまた帽子と外套も正式が定められたが礼装時以外は 適宜とされた。上着、袴及び冷装時の街套並びに帽子については、茶かち、十また茶かちふと、地質が定められたが、色調については、軍服のように厳密なものは要求されなかった。また、冷装時の手袋は、白色とされた。5月5日に発表された上着には1号から4号の4種類があった。いずれもシングルブレストの5個ボタンで、胸と腰に4つのポケットがついていた。 1>, 1号襟は、立折襟式解禁となっており、爪襟と解禁の両方で着こなせた。サイドベンツで奥組形と帯形が付き、ポケットは胸が縦型の日本風、腰はフラップ付きのパッチポケットとなっていた。2号奥組形と帯形がなく、センターベンツで胸ポケットはフラップ付きウェルトポケットだった。3号背広型仕立てで襟は解禁専用。 胸と腰に4つのフラップ付きウェルトポケットがあった。4号3号と同様の仕立てで、襟が立折り襟専用となっていた。11月交付の国民服令では、交号とお都合の2種類に整理された。交号は1号のデザインがそのまま受け継がれ、お都合は4号のものが受け継がれた。ただし、お都合の襟は1号と同じ立折り襟式解禁でも、かとされ、この場合 Q3 号と4号の兼用とも言える。 また、すでに3号国民服を作成したものに対しては、襟を改造するだけで、お都合国民服とすることができ、この改造は容易である旨がアナウンスされた。広号は、一般用として推奨されていたのに対し、この頃には、お都合が、青少年の断服や制服として普及していたが、一般の使用も推奨されるとされた。注意のデザインは、日本襟や、 縦型物入れといった日本古来の服装の特徴を活かしたもので、国民服装帝において特にそう工夫されたとしている。ワイシャツ、カラー及びベストを兼ねた服で、ネクタイは不要。愛服として単独でも着られた。上着を解禁にした場合、下にワイシャツとネクタイを着用することができ、実際にそのような着こなしをしていた者も,もいたが、これは国民服とは言えず、 好ましくないとされた。上着と同様に5月5日に発表された注意は1号から4号の4種類あったが、11月の国民服礼で交互とお都合の2種類に整理された。1号形式は1号上着に準じており、襟がラベルのない日本襟型となっていた。増襟と付き袖をことができるとされており、腰帯と腰ポケットは自由とされていた。国民服礼では交互となった。 この際、帯は分離式と規定され、冷装時には、笛襟をつけるものとされた。二号襟はラベルをつけることができた。両胸にフラップ付きのパッチポケットが付き、腰ポケットは自由とされていた。三号は複合わせ襟形式。背体をつけることができ、背中または脇の縫い目にはボックスひだをつけることができた。ポケットは、左胸にウェルトポケット一個で、腰ポケットは自由とされた。 国民福礼でお都合となった。国民福礼では、両腰にウェルトポケットが原則とされ、パッチポケットとすることまたは伏さないことができるとされた。四合立オリエ襟の一般的なワイシャツ形式。国民福礼により新規に制定された帽子は、日本古来の絵星をイメージしたもので、寒冷時には、両側の折り返しを下ろすことにより耳を覆うことができるようになっていた。また、 お都合着用の際は、陸軍の昭和13年製薬棒型のものを使用することもできた。昭和18年直例第499号、国民複製式特例により、上着、袴及び冷蔵用外等の地質に関する規定が緩和された。また、キャハンの着用画家となり、その際に履く、裾をボタン止めできるデザインの袴が加えられた。そして、 デザインがシンプルでより軍服に近いお都合を中心に製造されるようになっていった。ありがとうございます。